イギリス国防省が2023年9月28日に発表したウクライナ侵略戦争の戦況分析によると、ロシア空軍がウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降において、戦闘で失った固定翼航空機数が90機以上となっているというね。同国防省の分析によると、ロシア空軍は現在スホイ34などの一部の戦闘爆撃機を集中的に飛行させていると指摘し、それら機種の飛行時間が格段に増加していることから機体の寿命をすり減らしつつある可能性が高いとしているほか、その整備のためにメンテナンス上必要なパーツが不足している可能性も指摘しているぜ。また、侵略開始後強化された西側諸国からの経済制裁によって、これまで西側諸国から購入してきたパーツ類が入手困難になっていてメンテナンスに支障をきたしていることも指摘したな。さて今回は侵略戦争の長期化による弊害について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア空軍がウクライナ領空内でロシア地上軍のために近接航空支援のための空爆をほとんど実施していないことは今年の初め頃から明らかにされていたよね。ロシア空軍は、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国からウクライナ軍に、多数の地対空ミサイルシステムが供与されていることを警戒してか、地上部隊への近接航空支援ではなく安全なロシア領空内からスホイ34などの戦闘爆撃機による、空対地ミサイル攻撃を強化しているとされているんだ。そのために戦闘爆撃機の出撃回数が極端に増えてそのメンテナンスに支障をきたしていると、イギリス国防省が指摘しているのであるが同国防省はそれにもかかわらずロシア空軍は、まだこれら戦闘爆撃機の出撃回数急増に対応できる能力は有しているとも指摘したってわけ。ただ、イギリス国防省はこの先さらに長期化する様相を見せている侵略戦争がこのまま継続していくと、長期的には現在の空対地ミサイルによる攻撃回数を維持できなくなる可能性が高まっていると分析しているぜ。また、ロシア空軍が現在実施している自国領空内から長射程の空対地巡航ミサイルによる攻撃がこのまま続けられるとすると、SU-35 から発射される KH-35 などの空対地巡航ミサイルの在庫が枯渇する可能性があるとされていて、ツポレフ 22M3 大型爆撃機から発射される KH-22、KH-32、KH-101、クフ55、クフ555などの大型の巡航ミサイルや、極超音速滑空ミサイルキンジャールなどもウクライナへの無差別攻撃に使用され始めたことが指摘されているな。キンジャールは現在の地対空ミサイルでは撃ち落とすことができない極超音速で滑空するミサイルとされていたのであるが、初めて使用されたと見られる攻撃においてアメリカがウクライナに供与した地対空ミサイルパトリオットによって撃墜されたことが報告されていて、ロシア軍がその事実にショックを受けたためかそれ以降はほとんど使用されていないと見られているよ。KH-22 や KH-32 は西側諸国でいうところの一般的な巡航ミサイルと異なり、むしろ弾道ミサイルほどもある大きな本体に大きな主翼を取り付けて滑空させるミサイルとの認識が正しく、航空機から発射された後に液体燃料式ロケットに点火されて推進力を得て、その燃料を使い切った後は目標に向かって滑空していくんだ。そのためにロシア語では巡航ミサイルのことを有翼ミサイルとされていますが、滑空型のこのミサイルにはふさわしい呼び方であると言えるだろうね。KH-22 は半世紀以上前の1962年に実戦配備された古い設計のミサイルだが、滑空時の最大速度はマッハ5弱に達し、事実上は極超音速滑空ミサイルに分類されるもので、その改良型の KH-32 はさらに射程が 1000km に延伸されているが、発射重量が6トン近い巨大なミサイルであり、イスカンデルやキンジャールのような、弾道ミサイルに近い大きさであるため発射可能な航空機は限られているぜ。しかしながらこれらは本来、アメリカ海軍の原子力空母攻撃用として開発されたミサイルとされていて、ロシア空軍にとってはアメリカ側にその性能をさらけ出すことは避けたいはずであるが、そのような事情がある大型の空対艦ミサイルを命中精度などの低下に目をつぶってでも本来の目的と、異なる対地攻撃に使い出したということは、
対地攻撃用のミサイルの在庫が枯渇しつつある可能性が示唆されているとの見方も出ているらしい。また、イスカンデルは2月24日の開戦以来数百発から1000発前後がウクライナに向けて発射されたと推定されているが、こちらは最近になって発射の頻度が低調になっていて、在庫が枯渇しつつある可能性が指摘されており、今後の展開によっては NATO と交戦する可能性が否定できないために前弾をウクライナに打ち込むことはできず、生産用との兼ね合いで在庫の調整に入った可能性が高いな。一方、黒海艦隊の水上艦艇や潜水艦から発射されるカリブル巡航ミサイルもまた発射数が明らかに低下していることから、こちらも在庫が枯渇しつつあるのではないかとの見方が出ているよ。ただ、これらのミサイルは、いずれもそのほとんどがウクライナの首都キーウをはじめとする各都市への民間施設やインフラに対する無差別攻撃に使用されていて、ロシア地上軍の近接支援のためではないんだ。ロシア陸軍はここまでに一説よれば20万人を超える死傷者を出しているとされ、兵員の不足が指摘されている中最近、志願兵の形で30万人を招集して補充に当て始めたと言われているほど厳しい状況に立たされている状況で、そもそもソ連時代から強大な陸軍を支援するための付属部隊的な役割である空軍が、地上軍を全く支援していない現状を不思議とする声が上がっているよ。仮に西側諸国の制裁などによって精密なパーツ類が不足していて稼働率が低下しているにせよ、そもそもの航空機保有数においてウクライナ空軍のそれを圧倒的に上回っている事実からすれば、地上戦で榴弾砲などの支援火力がウクライナ軍による破壊が進んでいるとしても、航空優勢を確保した上で空中からの近接支援を実施すれば戦況を覆すことができるはずだろうからね。そのロシア空軍がスホイ57などの戦闘機をウクライナの前線に投入しないのは、ウクライナ軍の防空システムによる撃墜を恐れているとの見方があるが、ウクライナ軍は西側諸国から提供された防空システムも含めて、ロシア軍の巡航ミサイルやドローンなどによる無差別攻撃から国民を守るため主要都市に配備しているとされていて、最前線の地上部隊の上空を完全に守ることはできていないと見られているわけだな。それらのことはロシア軍側も承知していたはずであるのであるが、ロシア空軍は自国領空内の安全な空域から命中精度の良くない対艦ミサイルを思い出したように、空中発射しているのみというロシア空軍の怠慢にも近い動きについて、その行動には訳があるとする軍事評論家がおり、彼らによればロシア空軍はこの先に現れると予想される新たな脅威に備えているのではないかというぜ。そのロシア空軍が警戒している脅威とは、先日西側諸国からの供与が決定的となったアメリカ製戦闘機の F-16 ファイティングファルコンだね。ウクライナ軍に供与される F-16 は、オランダ空軍が運用している42機とデンマーク空軍が運用している19機の合わせて61機で、それぞれ近代化改修が施されて機能向上が図られていて、2024年の初めまでにウクライナに到着する予定なんだって。パイロットの訓練はすでに開始されていて、ウクライナから第一陣として32人のパイロットが選出され、NATO の基地で飛行訓練を受けることになったが、訓練は英語で行われるために英語が話せる4人を除いた28人がイギリスで英語を学ぶなど、まだかなりの時間を必要としているみたい。しかし、ウクライナ空軍は現在125機ほど運用しているミグ29スホイ24スホイ25スホイ27の約半分を強力な F-16 に置き換えることができ、ウクライナ領内だけでなく周辺空域までカバーできる航続距離を持ち、搭載可能な高性能な誘導兵器も供与されれば、大きく戦力低下していると見られるロシア空軍にとって大きな脅威となることは間違いないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月17日、ウクライナ軍が南部ザポリージャ州のアゾフ海沿岸の港湾都市、ベルジャンシク近郊の飛行場と、同じくルハンシク州の州都ルハンシク近郊にあるロシア軍の飛行場に攻撃を実施したね。それにより、飛行場の兵員や防空ミサイルシステムに対して損害を与えたことを明らかにしたな。そうだね。
さて今回はウクライナ軍がアメリカから供与されたATACMSを使用した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍はこの日、2022年2月24日の侵略開始以来ロシア軍に占領されている。ウクライナ東部ルハンシク州の州都ルハンシクと南部ザポリージャ州のペルジャンシク近郊にある飛行場に対して、正確に狙いを定めた攻撃を実行して、飛行場に駐機していた攻撃ヘリコプターや周辺に配備されていた、防空ミサイルシステムなどを破壊したとしたが、ウクライナ軍この攻撃にATACMSを使用したかどうかについては触れていないよ。また、ロシア国防省からはこの攻撃についてのコメントは特に発表されていないが、ロシアの軍事ブロガーの多くは今回の攻撃について言及しており、そのほとんどはATACMSによる攻撃でロシア軍の兵士と装備に損失が発生していると伝えているんだ。この攻撃についてアメリカのウォールストリートジャーナル WSJ が、ウクライナ軍が攻撃に使用したのは、アメリカがウクライナに供与することを約束していた短距離戦術弾道ミサイル MGM-140 ATACMSであるとして報道していたが、同17日にウクライナのゼレンスキー大統領が恒例のビデオ演説において、バイデン大統領との合意が確実に履行されたことに感謝するとした上で、ATACMSは極めて正確に目標を攻撃することができていると述べたことによって、攻撃に使用された兵器がATACMSであったことは間違いないと見られているな。MGM-140 ATACMSは、アメリカ陸軍が開発を進めていた地対地ミサイルの一種で、ロッキード・マーティン社が製造を行っているぜ。アメリカ陸軍を中心に西側諸国で運用されている多連装ロケット砲システム MLRS、M270、M270 IPDS、M270A1 などのほか、高機動ロケット砲システムハイマースから発射することが可能な、射程 300km の短距離戦術弾道ミサイルで、地対地ミサイルではあるものの、シーカーを変更することで対艦能力を付加することが検討されているというね。ATACMSは他の MLRS 用ロケット弾が6発装填可能なコンテナと同じサイズと形のコンテナに1発入のみ装填され、6発入りコンテナと同様に6個の蓋や筒状の外装が取り付けられていて、外見からは中身が、ATACMSなのか 227mm ロケット弾なのかがわからないようにされ、この偽装によりどちらを発射する部隊であるかを敵が察することができないように秘匿しているみたい。今回攻撃を受けたとされるペルジャンシク近郊の航空基地は現時点の最前線から 100km ほど離れていることからも、ウクライナ軍が攻撃に使用したミサイルがATACMSであることは間違いないと見られていたが、攻撃を受けた現場からATACMSのものと特定可能な破片が発見され回収されていることが、ロシア側によって SNN などへ投稿された画像によって、その使用が確実視されているんだ。発見された ATACMS 残骸は、ロケットモーターとビブの操舵翼ユニットと見られ、さらには搭載されていた M74 対人飛走行目標用クラスター子弾の破片なども発見されているね。このようにロケットモーター部分や操舵翼などが爆発せずに形を残したまま無傷で落下しているのは、着弾してミサイルの弾頭がクラスター弾頭型であるために、小玉が収納されていたカーゴ部分を切り離した後の親弾体は爆発することなく、そのまま落下するためだな。このロケットモーターの部品に書かれていた数字が、ATACMSが1996年10月製10/96と、1997年9月製9/97との2通りであることがわかり、このことから今回の攻撃には、少なくとも2本以上のミサイルが撃ち込まれているとされているが、見つかった残骸が今回発射されたミサイルの総数ではない可能性があるぜ。ウクライナ軍参謀本部が翌日10月18日にATACMS発射の際に撮影したとする動画を XQ Twitter に投稿しているが、その動画からは少なくとも円を噴射しながら地上から発射される飛翔体が3発映っており、この動画が17日の攻撃時の発射シーンであることが事実とするならば、ウクライナ軍は少なくとも3発のATACMSを発射したことになるよ。
現在アメリカから供与されている ATACMS M39A1 はブロック IA と呼ばれているやや古いタイプで、その射程は 300km で、弾頭には M74 対人飛装甲目標用のクラスター個弾が275個搭載されているんだ。アメリカ軍では国際社会におけるクラスター弾に対する非人道性への懸念から、現在生産 ATACMS は BAT と呼ばれている戦車などの装甲戦闘車両を破壊可能な、無動力滑空型誘導式のタンデム成型作薬庫爆弾13発が搭載されるブロック2の生産が進められていて、一部はバット無動力滑空型誘導式小爆弾を6発に減らして軽量化を図り、射程距離を延伸させたブロック 2A の生産も進められていると見られているみたい。ただしアメリカ軍では M39A1 と、もう一つ前のモデルで M74 小爆弾が950発搭載されて、射程 165km の M39 も保管在庫として保有しており、ウクライナに供与された ATACMS はこのタイプである可能性もあるというぜ。ATACMS M39 の生産は1997年7月に終了となり、その後は M39A1 の生産が1997年8月から2003年まで行われているな。このため発見された破片のうち1996年10月製と記載されていたものは M39 である可能性が高く、最初期型の27年前の在庫がまだ残されていたことを物語っているわけだ。なお、ATACMS の保管貯蔵期限は製造から10から13年とされているが、期限が切れたからといって直ちに廃棄されることにはならず、さらに貯蔵するための補修作業が実施された上でリセットされ、また新たに10から13年の期間保管貯蔵されていて、対人飛装甲目標用クラスター型のブロック1とブロック IA の一部が戦時の緊急用として使用できる状態で残されていて、ウクライナにはまずその古い在庫から供与されているものとみられているよ。この M74 対人飛装甲目標用クラスター師団は、戦車など装甲車両などの装甲を貫通して破壊するような威力はなく、建築物や橋梁などの構造物への打撃にも適しておらず、最前線後方の飛行場やのぞみの弾薬集積場や、物資集積場に臨時に作られた兵舎などへの攻撃に適していることから、今回の飛行場攻撃に使用されたものとされているんだ。しかし、ATACMS のクラスター弾頭型は残っている在庫数は少ないと見られていて、今後は現在のアメリカ軍の保有分の主力であるBAT弾頭型の供与が進められていくのかどうかが注目を集めているぜ。ATACMS は弾道ミサイルで飛翔最高速度がマッハ3とされていて、ウクライナ軍が現在ロシア軍の後方兵站攻撃に使用している。イギリスとフランスから供与されたストームシャドウスカルプ EG 巡航ミサイルの速度マッハ 0.8 と比べて4倍近くも速度が速く、その高速力によってロシア軍の防空ミサイルによる迎撃を突破する確率が高いことが特徴とされ、ロシア軍の後方兵站施設をロシア軍砲兵の射程が届かない安全な後方から攻撃が可能となることで、ロシア軍の兵站を最前線から大きく後方に下げることができるわけだ。そのことでロシア軍は最前線への補給が困難となり、戦力低下を招くことが期待されているのであるが、ATACMS は非常に高価で一発あたり72万、5000ドル約1億850万円とも言われており、高価であることからアメリカが保管している在庫数は決して多くないため、ウクライナに供与できる数も限られているとされ、ウクライナ軍はこの先ロシア軍後方の軍事関連施設や橋梁などの目標に対しては、この ATACMS や航空機から発射される射程250クムのストームシャドウスカルプ EG 巡航ミサイル、あるいはアメリカが供与を約束している射程 150km で ATACMS と同じく、MLRS から発射可能な GLSDB 地上発射型小口径爆弾などから使用する兵器を厳選する必要があるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシアがウクライナへの侵略を開始してから1年8ヶ月目となった2023年10月6日、
イギリス国防省が、ウクライナ軍が6月初旬から開始した反転攻勢の攻撃軸の一つであるウクライナ南部ザポリージャ州の戦線において、ロシア軍がこれまでに構築した防衛ラインに対して要塞などを追加することで強化を図っているとする分析結果を明らかにしたよ。そのイギリス国防省が明らかにした分析によると、ウクライナ軍がロボティネを8月に奪還した後、次の攻略目標としているザポリージャ州の交通の要衝トクマクだが、同国防省によるとそのトクマクに向かうルート上にロシア軍が塹壕をコンクリートで強化するなどして要塞化を進めているとしているな。またロボティネに近いオリヒウにおいてもロシア軍が地下にも掘り進められた防御陣地を構築して、それらをつなぐトンネルや塹壕なども掘られていることが確認されたというぜ。さて今回はロシア軍がザポリージャにおいて持久戦の構えを取っていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロボティネ近郊は8月末頃からウクライナ軍が攻勢を強めて奪還したとされていて、その際にロシア軍がトクマク防衛のために築いたとされる30の防衛ラインのうち、一番外側にあたる第1防衛ラインを突破し、ロボティネの西にあるベルボベ付近では第2防衛ラインも突破しようとする勢いを見せていたね。それまでロシア軍の防衛ラインは第1防衛ラインとその外側の地雷原などが頑強に作られていると見られていたが、第2および第3防衛ラインはそれに比べると脆弱なもので、ウクライナ軍の進撃速度が大幅にアップするのではないかと見られていたんだ。しかし、その予想に反してウクライナ軍の進軍の速度は上がらず、今回のロシア軍が強化を進めているとの分析が事実であるとするならば、この先雪のぬかるみを経て冬を迎えることと相まって、さらに進撃速度が低下するのではないかとの見方が出始めているな。今回ロシア軍が新たに構築した防衛線は、第2防衛ラインと第3防衛ラインの間に構築されたとみられ、この先雨が降り始めて地面がぬかるむまでの間に、ウクライナ軍がそれらを突破してトクマクまで到達して奪還できるかが注目を集めているぜ。この戦線においてはこれまで、第2防衛ラインに到達するまでのわずか十数キロメートルを前進するために、ウクライナ軍は4ヶ月の時間を必要としたよ。それは、ロシア軍がこの地域を防衛するための戦力を第1防衛ラインとその外側に配置して頑強に抵抗をしてきたためであり、通常では考えられないほど高密度に地雷が敷き詰められた地雷原を、戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両が通過できるようにするための処理に時間を要したためと見られているんだ。ロシア軍は死力を尽くして戦ったけど、陣地に守られて防御している割には戦力を大きく消耗し、ウクライナ軍の前進の速度を遅らせることはできているものの、止めるまでには至っていないね。また、ウクライナ軍がアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から供与された。長射程のロケット弾や榴弾砲弾に空対地ミサイルによって、砲兵陣地や後方兵站施設に補給路を攻撃されたことによって、榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースを多数破壊され、弾薬の補給を断たれたことによってウクライナ軍への砲撃が大きく減少しているぜ。その一方でウクライナ軍は、アメリカから供与されたクラスター弾をロシア軍の防御陣地の塹壕攻撃に使いその効果が出ているほか、バイデン大統領がウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領との会談によって、ウクライナ軍においてロシア軍の後方兵站を狙う長距離射撃を実施している、高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程距離 300km とされる。地対地ミサイルアーミータクティカルミサイルシステムエイタクムスの提供を決断したとの旨の発表があったな。ウクライナ軍はこれまで MLRS から発射する GPS 誘導の長射程ロケット弾 M31 などによってロシア軍の後方兵站を攻撃してきたが、これらの G マース射程 90km であり後方への攻撃に憂慮したロシア軍が弾薬庫などの施設をより後方に設置するなどの対策を取ったため、攻撃の効果が薄れていたんだ。それが射程 300km のエイタクムス兵器の供与により、ウクライナ軍はより後方まで場合によってはロシア本土深く攻撃することが可能となるため、
ロシア軍の兵站がさらに混乱して弾薬などが欠乏することが想定され、ウクライナ軍の進撃速度はさらに速くなる可能性が高くなると見られているみたい。今回の反転攻勢におけるザポリージャ州の攻撃軸に投入された部隊の最終的な目標はトクマクではなく、さらにその南にあってアゾフ海に近い要衝であるメリトポリの奪還であるというのは周知の事実だよね。ロボティネを奪還したウクライナ軍は、NATO 諸国から供与されたドイツ製のレオパルトにやイギリス製のチャレンジャー2などの新型戦車や、ドイツ製のマルダー歩兵戦闘車やアメリカ製のストライカー装甲兵員輸送車などが配備されたウクライナ空中機動軍空挺軍の、第82独立空中強襲旅団と第46独立空中強襲旅団に加えて、ウクライナ陸軍の第47独立機械化旅団などで編成された第9軍団であるが、同軍団がここからどのように進撃していくかが注目されているんだ。第9軍団がメリトポリを目指すには大きく分けて3つの進撃ルートが考えられるな。まず1つはロボティネの西、ベルボベを奪還してそこを足がかりにしつつ第3防衛ラインを目指すルートで、今回増築されたと言われている第 2.5 のラインがどこに構築されたから不明ながらも、おそらくはそれを迂回しつつ第3防衛ラインに迫る最短ルートとされ、現在第9軍団がベルボベ方面に注力していることからもこのルートを取る可能性が高いと見られているぜ。二つ目のルートはロボティネからその南のノボプロコピフカを奪還して、その後方にある第2防衛ラインを破った上でさらに東に方向を変えて進撃し、トクマクを迂回してメリトポリに到達するルートであるが、この場合ロシア軍の防御陣地や部隊配置が薄い箇所を通過してメリトポリに早く到達できる可能性があるものの、トクマクを中心に展開しているロシア軍部隊やヘルソン州に展開しているロシア軍などから脇腹を疲れ補給路を断たれる恐れがあるらしい。そして3つ目のルートはロボティネからノボプロコピフカを経て、幹線道路 T408 沿いに南下し、第2防衛ラインと第3防衛ラインを正面突破してトクマクを奪還するもので、ロシア軍が防備を固めていることで注目を集めているトクマクを奪還したという宣伝効果は期待できるものの、塹壕に立てこもって待ち構えているロシア軍を排除するにはかなりの時間を費やすことと、ウクライナ軍にも多大な損害が生じる可能性を否定できず、トクマクを奪還したとしてもその先の本来の目標であるメリトポリの奪還は年内には不可能となるだろうと見られているな。このように考えるとウクライナ軍第9軍団は、ベルボベからロシア軍の防衛ラインを迂回しつつトクマクの西を迂回して、アゾフ海に出てメリトポリ奪還を目指すルートを取る可能性が高いとの見方が出ており、その北方のドネツク州の南においてウクライナ海軍歩兵4個旅団がベルジャンシクを目指して進軍していることと考え合わせると、迂回したトクマクに対してはこもっているロシア軍が動けない程度の兵力を残して退治させておき、一気にメリトポリを奪還することでロシア本土からアゾフ海沿いにドネツク州ザポリージャ州ヘルソン州を経てクリミア半島につながる、いわゆる陸の回廊を遮断してクリミア半島のロシア軍を孤立させる計画を、ウクライナ軍が2023年内に達成することが可能になるとする見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。